日本野球機構 NPB、は27日、今季のベストナインを発表し、セ・リーグ一塁手部門で阪神・大山祐介内野手、28が初受賞した。球団生え抜き日本人では81年の藤田平以来42年ぶり。全試合4番に座り、38年ぶり日本一に貢献した。遊撃手的な未成也内野手、29。 が初、外野手で近本浩二外野手29が3年連続戦選出された3選手と共にゴールデングラブ賞とのダブル受賞で日本一の虎にタイトルラッシュが続く阪神・大山が新たな勲章を獲得した一塁手として初のベストナインを受賞2位の巨人・岡本はに202票差の252票をつけて圧倒した ゴールデングラブ賞に続くダブル受賞。日本一に貢献したプロ7年目の手法も手応え十分の1年になった。選んでいただけて光栄に思います。すごく自信になる1年だったので、本当にいい1年間を過ごすことができたなと思っています。優勝、日本一プラス、こういう賞がついてきてくれたということが、一番嬉しいです。 阪神一塁手の受賞は21年のマルテ以来。生え抜きの日本人に限ると、81年トータビラ以来42年ぶりだった。毛虎市に1ページを記した背番号3は、簡単なポジションなんてないので、そこは良かった、と謙虚に喜んだ。昨週就任した岡田監督から、練習の姿などからみんなが認めている存在、と絶大な信頼を受け、 開幕から4番1塁を託された。その期待に応え、レギュラーシーズンは打率2割8分8厘、19本塁打78打点をマーク。148安打は自己最多で、指揮官が安打と同じと価値を見出していた99四球はリーグ最多だった。初タイトルの最高出塁率も獲得し、球団史上5人目。 生え抜きでは85年掛布正幸以来の全試合4番スタメンも果たした。日々、チームの勝利に少しでも貢献しようと取り組んだ結果が賞につながりました。打線の大黒柱としてチームを支え、18年ぶりのリーグ優勝、38年ぶりの日本一に貢献。最後まで4番の仕事を全うした。また来年、チームが勝てるように、 しっかり頑張っていきたい。史上初の連覇へ、一本でも多く勝ちにつながるプレーにこだわる。三宅瞳、近本ベストナインは、どれだけチームの勝ちに貢献したかを評価していただける賞だと思っているので、続けて取れてよかったです。木並み選んでいただけるとは思っていなかったので驚いています。良い一年の締めくくりとして賞をいただけて、心から嬉しいです。